はい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 、皆様おはようございます。皆様おはようございます。四輪の王様トヨタ、四輪の王様トヨタと二輪の王様川崎が共同で水素エンジンの開発に踏み出したようでございます。しかもですね、二輪車バイクでございますよ。バイクにですね、最初に乗ったですね、水素エンジンはですね、なんとですね、忍者オートバイ忍者ね、あれだ、ぶっ込みのタク好きな人だったらご存知だよね。あの榊龍也だよ。榊龍也のね、愛車がですね、確か忍者でしたよね。あの忍者にですね、水素エンジンが乗ったと。しかもですね、水素エンジンってね、あのトヨタの内燃機関なんかをそのまま使っているからですね、これね、ガソリン車と同じですね、ブオンブオンというですね、あの感覚でですね、バイクに乗ることができちゃうんですよ。これバイクユーザーの方々、ね、電気自動車、電気エンジンのバイクがよろしいですか。なんかスーって何の勢いもなくスーって走る、なんかおもちゃの延長みたいなですね、あのね、あの電動式バイクよりもですね、ね、ガソリン車と変わらないですね、水素エンジンを積んだ忍者、どう考えてもそっちの方がかっこええよね。ほんでね、これね、今日の朝一で流れたニュースでですね、これね、ほら、東京電力福島第一原発の事故で、もう大災害を食らってですね、福島浪江町ですよね。僕はね、原発推進派なんですよ。しかしですね、あの、福島県民の方々の思いをね、考えるとですね、じゃあ福島で原発を推進するかね、いや、小型のですね、原子炉なんかだと、もう全然安全だからですね、もう進めていただいて結構なんだけれども、その福島のね、住民の方々のね、こう、心情をもんばかるとですね、なかなか大きな声が出せなくなったりするんだけれども、だからそんなね、私の思惑を超えてですね、福島県の浪江町ね、福島第一原発の事故で被災をしたあの浪江町はですね、もうすでに水素エネルギーの普及でですね、地域再生させようという形でもう立ち上がりかけてるんですよね。いやー、俺知らんかった。あ、なんかね、トヨタであるとか大林組であるとかブラザー工業であるとか、いろんな大手企業のですね、力を借りて、この水素エネルギーで街の復興がすでに進んできていると。そしてこの取り組みというのはですね、成功したらですね、世界中で今進んでいる、ね、再生可能エネルギーとかね、太陽光発電とかですね、あの悪魔のエネルギーでございますよね。あの中国のですね、ジェノサイドパネルに頼らなきゃですね、やっていけない、あの太陽光パネルの、太陽光発電、ああいう流れにですね、くさびを打ち込むとかことができるんです。そしてですね、この水素エネルギーに関しては日本に一律の長がございます。ね、このね、なんかね、 EV でですね、これ電気自動車とかですね、こんなものをですね世界に席巻させるよりもですね、水素エネルギーをですね、世界に広めていけばですね、これ日本には一律の長がございますから、日本経済大復活でございますよ。そしてね、もうさっきも言いましたけれども、これね、あの水素エンジン、これ今開発しようとして、川崎とですね、トヨタが開発しようとして、水素エンジンに関してはですね、もうこれトヨタの内燃機関がそのまま使えるんですよ。そもそもこのね、EV 化の流れっていうのはですね、トヨタの内燃エンジンにはもう技術力ではとても勝てんとなったらですね、あの欧米のね、自動車メーカーなんかがですね、死ぬほど強引に転換させたのが、この電気自動車の流れでございますから、これね、もともとトヨタの内燃エンジンに勝てないというところから出発してるんですよ。で、この水素エネルギーが主になればですね、トヨタの内燃エンジンが大活躍します。またトヨタの時代がやってきます。もうね、希望しかないこのニュース。朝一からですね、私は早めにお届けしたいと思いましたですね、今動画を作っております。というわけで、朝だからね、パパッと行こう。はい。このね、四輪の王様トヨタと二輪の王様川崎のこの協業体制のですね、福島の浪江町ですよ。浪江町ですよね。第一原発で被災を食らったの浪江町。はい。あのね、水素エネルギーで復活を遂げようとしています。この2本の記事をお届けさせていただきます。というわけで、俺自己紹介しなかったね。闇の熊さんでございます。行きますね。はい。トヨタ水素エンジンを二輪車にも、社長が川崎に呼びかけて、枠を超えて一緒にやろうじゃないか。トヨタ秋尾社長が呼びかけたようでございます。はい。トヨタ自動車がですね、開発を進める水素エンジンの活用が少しずつ広がってまいりました。川崎重工業子会社のですね、川崎モータースは3日、二輪車向けに水素エンジンを乗せたオフロード車を初めて公開しました。トヨタやデンソーなどが協力していて、実用化に向けての連携の加速がですね、期待をされていると。他の大手ともと、はい、オフロード車はですね、モビリティリゾートモテギで行われた耐久レースに合わせて披露されたそうでございます。デモ走行した、トヨタのですね、このトヨタ秋尾社長はですね、森蔵さんでございますね、記者団にですね、CO2 を減らすには様々な選択肢があるべきだ、規制で止めるのではなく、今回のような技術革新によるアウトプットも応援していただきたいと述べました。まさにそうで、日本政府はですね、これね、電気自動車の開発とかに力を入れるんではなくてですね、水素に力をね、入れろ、ね、世界に冠たる自動車メーカーにですね、これ水素エンジンの開発をね、に力に入れさせればですね、またですね、これね、日本車がですね、世界を席巻する時代来ますよ。ガソリン車を超える可能性だってあるんだからね、水素に関しては。
はい、そして忍者だよ、忍者だよ。はい、水素エンジンはオートバイね、榊竜也のあの忍者でございますよ。忍者 H2 のですね、エンジンを改良した二輪車向けだったが、使用者の機材を積んだり、開発スタッフが、乗り込んだりできるように、北米などで販売をしている四輪車に搭載をしました。部品などはですね、トヨタの水素エンジンのカローラと同じものを使っているそうでございます。はい、カローラはね、水素エンジンで動かそうとしている流れはちょっと有名ですよね。ちょっと目覚ましが鳴ったんで止めますね。失礼しました。はい。ですね。そして川崎が参加をしたきっかけは、トヨタ社長の二輪と四輪の枠を超えて一緒にやろうじゃないかという呼びかけだったといい、昨年の12月から設計を本格させたそうでございます。今後はですね、同じく二輪車大手のスズキ、ホンダ、ヤマハ発動機とともに、二輪車の脱炭素化に生かしていく考えであると。トヨタ側もですね、二輪と四輪でデータや課題を共有することが双方の開発を早めることにつながると見ているそうでございます。はい。そしてですね、社長が運転と、はい。トヨタはですね、水素エンジン車の市販化に向けて、研究開発を進めていて、3日から4日のですね、5時間耐久レースでもですね、完走を果たしたそうでございます。あのトヨタの水素エンジンね、もうね、ほぼ実用化できるレベルになっちゃってるんだよね。まあ未来にも搭載されてるからご存知かな。はい。トヨタ社長もですね、愛称の森蔵としてハンドルを握りました。昨年のですね、5月の参戦から1年が過ぎまして、出力は同じクラスのガソリン車を上回ったそうでございます。すごいよね。目標とする市販化は富士登山に例えると、4合目程度の水準に達しているというと、佐藤執行役員はですね、4日記者団にこの1年で間違いなく景色が変わりました。難しさは当然あるが、何をやればよいのかは見えてきました。年末にですね、5合目から6合目に足をかけるところまで行きたいと、説明をしました。そしてですねこの、航続距離を伸ばすために、水素を現在のような気体ではなくてですね、液体で補填してです、補充してですね、走行時に気化させる技術にも取り組んでいると、これがですね、実用化されたらですね、あの、給油がですね、多分ね、ガソリンと同じレベル、給油がガソリンと同じレベルでめちゃくちゃ速くなります。そうなったら水素の時代だよ。もう電気自動車は誰が何をどう考えてもですね、給電にですね、めちゃくちゃ時間かかるんですよ。最短30分だからね。うん。ここをですね、あの、ガソリンと同じレベルで1分2分で給油完了します。水素エンジンはね、ってなったらですね、もう水素の時代絶対やってくるから。絶対だから。はい。そしてですね、液体水素の体積は気体の800分の1で、それだけ多くの水素を乗せることができます。温度管理などの課題は残っているものの、テストコースでの走行試験を始めていて、年内のレースに投入することで目指しているそうでございます。はい。海外で PR、 もっともですね、市販化に向けた課題はまだまだ多いと。佐藤さんは富士の登山と一緒で最後は苦しいんだと話をするそうでございます。しかしね、俺はトヨタはこれを乗り越えると思うぞ。普及させるには、エンジンや車両に加えて水素を供給する水素ステーションを増やしたり、法律や規制を整備したりする必要がございます。お、政治家頑張れよ。おい、水素の活用について作る、運ぶ、使うという局面に応じた仲間の輪は、昨年の5月のですね、8つの企業団体から25に増えましたが、さらに広がりが求められます。国内でしか通用しないガラパゴス化を避けるにはですね、海外の企業団体とも連携が必要になります。水素エンジン車はですね、プロのレーシングドライバーもガソリン車と変わらないじゃないかと、口を揃えるが、欧米ではまだほとんど知られておりません。だったら逆にチャンスだよね。認知度を上げるにはどうしたらいいのか。トヨタ社長は記者団に、続けることで水素は未来への選択肢であるという見方に報道や世論が変わってまいりました。まずはですね、水素エンジン車をですね、見て感じてほしいと語りました。8月にはですね、ベルギーで行われた世界ラリー選手権、これは僕も動画にしましたよね。大興奮でね、デモ走行をしました。海外でですね、この水素エンジンを搭載した車がね、走ったのね、初めてだったんでございますよ。今後もですね、この性能の高さをですね、アピールしていく考えであると。はい。という形でございます。ちなみに水素エンジン車というのは、ガソリンの代わりに水素をエンジン内で燃焼させると。つまり、トヨタの内燃機関がそのまま使えるんですよ。はい、走行中はですね、エンジンオイルの燃焼分を除いて、二酸化炭素を全く排出しません。水素から生み出した電気で、モーターを回して走るですね、燃料電池車、これが未来で、こっちが未来でございますね。とは異なってですね、基本構造がガソリンエンジンと同じなので、部品や技術を応用できますと。レース車のですね、水素タンクには、トヨタの FCV、未来などの技術が使われているというお話でございます。さあ、そしてですね、今日の朝、出来たてほやほやのニュースでございます。地域の力、町のイノベーション、原発の被災地、つまり福島県の浪江町がですね、水素基地になりそうでございますよというニュースでございます。ちょっとコーヒー飲ましていただきますわ。
はい、行くよ、行くよ。はい、東京電力福島第一原発の事故で被災をした福島県浪江町はですね、水素エネルギーの普及に地域再生の活路を見出しているのでございますね。これすごいよな。まあそりゃそうだよね。なんとかしなきゃいけないもんね。大規模な水素の製造、研究拠点の立地を呼び水に、大企業による実証事業も相次ぎます。将来はですね、一般家庭も巻き込んで、水素の地産地消を広げるですね、青写真を描いております。これが成功したら大事件だからね。これが成功したら大事件でございます。なんだね、小型の原発もですね、ちょっと怯えるくらいの大事件になると思いますよ。本当に。うん。9月上旬ですね、アメリカカリフォルニア州のランカスター市長らが、浪江町を訪れました。水素の普及に力を入れてきたですね、市と町はですね、パートナーシップ宣言に調印をした中であると。ただね、これね、カリフォルニアってどういう状況になってるかというと、僕の動画を見てる方ならばご存知だけど、カリフォルニアっていうのはですね、約15年以上前にですね、太陽光発電に舵を切ってしまったんですよ。で、これは大失敗に終わるんです。大失敗に終わるの。今、カリフォルニアは、もう太陽光発電がクソの役にも立たないということが明確になってですね、街大混乱になってますからね。うん。そこをね、打開するためにはどうしたらいいんだって考えた、カリフォルニア州の市長がですね、水素エネルギーに目をつけたんです。そして日本の福島までやってきたという話なんです。わかります？わかります？水素、俺はいけると思うぞ。はい、水素普及にですね、力を入れてきた市と町は、パートナーシップ宣言に調印をした中であると、一行が泊まった町の宿泊施設は、電熱を供給する大型水素燃料電池 FC を備えていて、視察の先のですね、一つにもなっていると。で、そこに泊まるとはなかなか幸運でございますな、ランカスター市長。はい。FC を設置をしたのはですね、大林組日本の企業だね。はい、宿泊施設のですね、他の役場など、3カ所に FC や充填施設を置いて、需要に応じて水素をですね、トラックなどで運ぶ実証事業を進めますと、これをね別の形でニュースになってましたね。物流業界に激震走るとね、水素エンジンが物流業界にやってきたみたいなニュースがですね、昨日から流れてましたね。あ、これ紹介できたらよかったな。まあいいや。ですね、AI を使ってですね、最適なタイミングルートで届けるですね、管理システム構築を目指していますと、宿泊施設の敷地ではですね、水素を送るパイプラインの設置もですね、試していると。ブラザー工業は地上から高さ5メートル前後に設置、水素をですね、空気よりも軽くパイプから漏れても人の生活圏への影響を軽減できると。あ、そりゃそうですよね。そうなんですよね。水素ってめちゃめちゃ軽いからね。はい。一方ですね、大林組は道路の側溝にですね、パイプを通す方法を模索すると、漏れても検知ができるシステムがあれば問題がないと見ていますと。実証事業で使う水素はですね、新エネルギー産業技術総合開発機構などが、運営をするですね、福島水素エネルギー、研究フィールドから調達をすると。はい。まあ町内でですね、2020年に開所して、大型のですね、水素製造装置も備えていますと。政治家や企業人も視察に訪れていまして、町の復興のシンボルにもなっているそうでございます。町はですね、水素と住民の接点を作ろうと心を砕いています。例えばですね、水素で動く移動販売車、トヨタ自動車のですね、特別車に、イオン東北が扱う商品を乗せて走ると、車体にはですね、水素で走っていますの文字。はい。高齢者のですね、買い物を助けるとともに、水素を宣伝していると。地元企業も動き出しました。住民がですね、水素に興味を持たなければ町づくりは進まないと。重機リースのですね、伊達重機のですね、前地さんでいいのかな、専務を話しますと、12月にですね、町内で、定置式水素ステーションを稼働させました。すでにですね、東京五輪で関係者向け車両として扱われた、水素燃料電池車 FCV、これ未来のことでしょうかね、50台購入しリースを始めました。自らですね、水素ステーションの需要を増やす狙いもありますと。町内ではですね、5月移動式水素ステーションが開業しました。 LP ガス販売などのアポログループはですね、FH2R 近くのですね、敷地に、さっきの施設だね、敷地にですね、充填用の大型車両を運び込みまして、週3日間営業いたしますと。ただですね、車両検査には多額の費用がかかって、まだ採算を取れません。運営会社のですね、河野課長はですね、都市ガスやプロパンガスは将来、水素に転換している可能性があると。わかりますか？闇雲家なんかはね、クソどい中だからね、まだね、プロパンガスなんで、このプロパンガスなんでございますよ。このプロパンガスが水素に変わるんだとかね、俺ね、マジでね、水素エネルギーに超注目しちゃってるからね、つい読んだよね。まあ、いや、この水素にね、プロパンガスがですね、将来水素に転換してる可能性があるんだって。はい。ステーションはですね、先行投資だと話すと、町はですね、23年度、有名商社、マルベリでございますよね。マルベリになると組んだですね、一般家庭への水素供給の実証事業を本格させるそうでございます。民間の知恵や技術を束ねて、コ
コストなど普及への障壁をですね、取り払っていく考えであるという記事でございます。なかなか希望あふれる記事でございますでしょう。はい。ということでですね、時代はですね、水素エネルギーでございますよね。日本人であるならば、俺今ならね、太陽光発電だ、うんぬんだとかですね、再生可能エネルギーだ、うんぬんだではなくてですね、水素エネルギーにこそ日本のね、日本というかね、もう世界のね、未来があるんだということをですね、大きな声で叫びませんかね。水素の時代がやってきたら、ね。ね、電気自動車とかね、ヨーロッパとかね、中国とかですね、中国のクソ中国とかですね、中国に接近をされようとしているですね、電気自動車の状況からですね、水素エネルギーを使ったですね、自動車、そして生活、うん、これをですね、世界に告知をして、水素エネルギーがメインになればですね、俺、日本経済まだまだいけると思うんだけどね。ということでですね、俺ね、この水素エネルギーですね、私なんかね、大好きなんだ。なんか、ね、水素エネルギーといえばですね、必ず日本企業の名前が出てきますからね。だからね、水素エネルギーに私大注目しておりますので、この水素エネルギー、水素エンジンのね、新しいニュースが出たらですね、また皆さんにお伝えしたいなと思ってますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけで、くまさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。